次は生春巻きを作ってみましょう、はい、でも生春巻きが一番オーソドックスやから簡単かもよ。そうやな、うん、はい、じゃあこれをまた水につけます、はい、あ、そうや、これ切らなあれなやった使わないやった入れ物に対してな、そう、これ次のやつ切ったらあかんか。次のやつ？え、まあ、包み方変えればいいか。でもなんかまだパリパリ言ってない。パリパリ言ってる。水浴びやん。あ、あ、ふにゃふにゃになってきた。そろそろかな。うん。で、はい。よいしょ。ここに広げて、えみこちゃんが頑張ってます。なんかもうくしゃくしゃやねんけど、やめてよ。なんかラップ弾いてるみたいな感じや見た目。わかる。取りますね。はい。これ引きだから。見てよ。え、パズキ逆にまだ入れるって思ってんねんけど。入れすぎ？え、包める？包めるで、だってでかいもん。包めなかったらしよう。チーズとか入れたらいいかな。あ、チーズとか美味しそう。出た、どこから、あ、切ったからや。じゃあこっちに入れたらいいんや。パニックパニックです。で、なんかあのよく見るやつみたいにスマートに包めてないねんけど。でも包めれば OK やんな、これは。うん、よし、あ、いける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 。なんかトマトがさ、えげつないことになってるけどあ、これやっぱ切ったらあかんやつや。あ、でも見て、あ、いい感じいい感じ。ちょっとここをあんまり無視しっくりだ、うん、いい感じ。トマトパンパン。なんかさ、ビアみたいな感じでさ、やばいよな。やばい。これ一応包まれてるの。一応包まれてる。すごい。そう、で、これ。なんか、あの四角いな、やつ、あの、あの四角いやつって。なんか秘密兵器出てくるらしい。ロールケーキを焼く。ああ、あるね。初からこっちにしたらよかったよ。よかった。では私もさせていただきたいなと思います。はい。むずいよなこれ。むずい。え、かずきしかもさっきまでえみこちゃんに頼んだから。初体験や。初体験。いきます。あ、確実にこっちの方が良かったかもよ。ぴったりやん。入れ物が。ぴったりぴったり。で、むずいね、確かにこの。そう、全体をつけるっていうのが、しかも突然なんかベニャベニャになりたですね。いや全然だってまだパリパリやで、これやろう、うん、急にパリパリ、あ、待ってみたいなの来る。え、何言ってる、全然来る気配ないねんけど、カズキ。なんかある日突然マジで来る。ある日できへん。まだ硬い。まだ硬い。あ、来たんかな、これ。来たんちゃん。え、でもなんか硬いとこ硬いで。でもそれぐらいで揚げとかな、なんか全部ピレッピレになってくる。よかった。え、でもなんかちょっと成功しそうな気がしてんだけど、今この時点で。うん、いい感じ、いい感じ。はい。ちょっとお皿に合ってないことだけは分かった。え、何色？なんかお好きな具材を。ここら辺。いや、なんかいける気がする、かずき。意外と、うん、意外とさ、うん、できる人間かもしれへん。
ライスペーパーの達人かもしれない。ライスペーパー達人かもしれない意外と。実はライスペーパー得意やったかもしれない。うん、でもさっきのゆみこちゃんの見て、うん、トマトは入れへん方がいいっていうのが分かったから。ほんまにトマトはこれ切らなあかんな。うん、ちょっとじゃあさんも残りを回収します。どうぞどうぞ。ちょっと回収させていただいて。え、まだ入るこれ。うーん、入りそう。結局包むからな。包むからなんでも OK みたいな感じで思ってるやろ。違う？サーモン消したしかずき。ほんまや。うん、で、あ、さっきのチーズの残りを、はい、頂戴して。いや、でもなんかいける気がしてきた。え、いい感じちゃう？あ、出そう。いや、なんかいける気がしてきたから。いけそう、いけそう、意外と、意外とちょっと、得意のタイプかもしれへん。ありありあり。え、ちょっとさ、意外といいやん、いいやん、いいやん。え、意外といけたね。あ、いいやん、ほら。意外といけた。緑やけどめちゃくちゃ。食べる、なんかチリソースもある。チリソース。ありがたい。食べましょう。では、よし、いただきまーす。でもライスペーパーが甘く見てたけど、結構お腹いっぱいになるということが分かった。分かった、分かった。トマトは絶対にやめた方がいいって。絶対に食べにくいわ。先に食べても後に食べても。いただきます。おいしい、おいしい、うん、じゃあ、みこみこ、もちもち、うん、でもさ、あんまりさ、おいしいよな、おいしい、家でさ、生春巻きとか作れへんやんって思っとってんやん、うん、これ巻くだけやからさ、めっちゃ簡単な、結構一品になるし、いいかもしらん。トマトは絶対に切った方がいいです。一口目トマトと皮やったもん。びっくりした。なんか来た。